はい、えー、それではあの時間になりましたので、えー、2021年のですね、えー、司法書士本試験に向けました、えー、今日は司法書士の本試験出陣式をですねいよいよ始めてまいりたいと思います、えー、まずは四人体制で始めていくんですけれどもまずはあの私の方で主要科目の 最後の山当てをさせていただきますそしてその後、えー、バトンタッチしまして森山講師によってマイナー科目の山手そして、えー、休憩を挟みまして赤松講師による記述の山手そして最後に根本さんの全体所管というか全体の,あの締めくくりをさせていただきたいなと思っているんですけれども。 トータルで2時間ほどのお時間をいただこうと思います。この貴重なですね。あの、直前期のところで2時間のお時間を皆さんの？ えからいただくということはそれだけ身が引き締まる思いです。我々もそれだけの時間をですねいただいておきながらなんだよっていうね内容になることのないようにですねお話をさせていただこうと思います。えー、私もあの昨日あの名古屋の方でですね最後のやマイナーの山手講義の生講義終わって名古屋帰りで直接ここ来たんですけども,もうちょっと満身創痍でですね、えー、<coughs> さっきスタッフともあの。 話したんですけども同じことをやっていても年々あの疲れも取れませんしもうな,なんてうんですかねあの自分の限界を日々感じながらやっている所存ですで a、えー、正直ですね あの、司法書士の業界が今これだけ景気がいいとですね。気持ちは動きます。動きます。動きます。私の周りの司法書士もですね。あの、本当に景気よくですね。あのこのコロナ禍にあってもですね。仕事を伸ばしている状況でで、えー、まあ、嬉しいことに。私の事務所にも色々なお仕事の依頼を受けているんですが、正直マンパワーが足りないというか、私自身が動けないので。 まあ、私の教え子等に副代理を頼んでるようなね状況なのでさあどうしようかなというようなことはまあずっと言ってはいるじゃんお前ってねやめるやめる詐欺だって言われかねないんですけどただあの。<laughs> ちょっと今回はちょっと毛色が違うかなとで正直今の勉強してる皆さん方を送り出したらもうそろそろ私も自分のですね指導、えー、としての人生を、えー、謳歌したいなというふうには思っているところでで新しい講師の、ね、皆さん方の台頭もありますの台頭っていうかあのやりたいという講師の方たちやりたいというねあのお声もいただいているので嬉しい限りなんで、まあ、ただ老体無知打って、えー、皆さん方にできる限りのご奉公ご奉公というかね あの恩返しですね。でも、私も本当に司法書士として、たくさんの皆さんから恩を受けて、えー、本当に講師として幸せなあの生活を送ってきましたので、ね、皆さん方での恩返しとして、えー、皆さん方の合格を最後サポートしていこうと思いますそういう意味であの満身創痍の中、全力で予想します。で、主要科目の方、あの私の方で1ページ以降あの予想させていただくんですけれども、えー、まずですね。 やはりあの動向として1ページ以降見てほしいんですが侮れないのがですね債権法改正点ですで再建法改正点については皆さんご存じの通り昨年が改正第1年目ということで昨年も定契約款、並びに保証契約の情報提供義務についてですね改正点、出てますただ、蓋を開けますと実はあの合格者の中で定契約款、合格者ですよ。 全体の生徒率じゃなくて合格者の中で定期契約官をあの正解してた方何パーセントだと思いますか二十パーセントいかないんです二十パーセント未満の方が定期契約官を実は落としてらっしゃる、えー、という事実が、えー、一応1パーセント合格者百パーセントの方からご協力いただいたわけではないのでこれはあのレック公式見解とはさせていただきません私が個人的に調べた1 0 100, 100, 何人だっけ100人ちょい100 100は言ってます100人ちょいの方たちからの、えー、意,見意見というかのご報告ですと19%なんですね。ということはあの定刑約款を合格者が取っているわけではないで保証人の情報提供義務に関してはもうちょっとパーセンテージあれは28%ぐらいあるんですけれどもあの取っていらっしゃるとはいえです、ねえー、昨年はやはり債権法改正点,点じゃなかった。 なあれを取れなかったかといって合格できないわけではなかったんですよ。ただし、さすがにもう2年目ということになりますと正直、ですねもうじゃ話は変わってきますでその証拠にですね同じ法務省の、えー、管轄課の、えー、司法試験、今年の令和3年の司法試験が再建法改正点これでもかというほど出してきているんですね。ね もうすでに司法試験が実施された後にいろいろな媒体でもって私も個人的に発信をしましたけれどもあの勉強すれば勉強するほどとかあか検討すれば検討するほどマジかよっていうぐらいの出題をしてきております。であまあ司法試験の田中先生なんかに言わせるとちょっとやりすぎじゃないのっていうぐらいのね司法試験の出題傾向の中で再権法改正点が占める割合が多かった。で <laughs> 実はあの 民法の問題を使用者の問題を作るのはどなたか分かってます。これ法務省の入省一年目の官僚なんです。入省一年目の官僚があの法務省で。 えー、民法の問題を作ってていると言われてます私もそう聞きましたまあ本当じゃなかったらごめんなさいな,なんですけどそう聞いております。でその入省1年目の法務官僚の方たち、えー、司法書士の問題を作るのみならずその直前に実施される司法試験の問題も作ってるんですね。そうであるならば同じ問題が そのまま出るとは言いませんよ。そんな怠慢なねことはしないでしょう。だけれども、論点被りはあるんじゃないかということでで,でですよ。1ページのところです。あの <coughs> 民法の総則分野です。と、今年はまあ、制限行為、能力者。これはもうね。落としたら本当にもう。もうもうあの、ね、言葉悪いですけど。 落としたら本当本当に、うん、制限公認能力,力者に続いて語、錯誤、錯誤取り消しの問題を <laughs> やはり今年出してくるんじゃないかなと、そうしますと、錯誤フルバージョンでもちろんレックなどで出しておりますが、錯誤についての問題は令和2年の司 <laughs> 法試験の問題で、錯誤の問題、昨年ですね、あの出しております。 ここね、インプットのね。解説をするつもりはありませんので、皆さんの方で見ておいてほしいんですが、令和2年の司法試験の問題です。とかそれから令和3年の今年のですね。司法試験の第2問、いずれも意思表示についての改正点を攻めてきております。こういったところをちょっと参考になさってみるのがいいのかなと。あの民法のレベルだけで申しますと、司法試験より司法書士の方がレベル上です。上です。 意外かももしれませんんけれども司法書士の方ががレベルが上なんですだから決して皆さん方に新しい情報を増やして負担を増やしているということではなくてです、ね、今までの勉強の延長線としてあこういう問題が出ているんだということだけでも意味があるかなという,ふうに思った次第で皆さんにご提供をさせていただいています。そして時効 時効についてはもちろん最近、法改正点がですね昨年出てませんですから、時効の完成猶予更新のところをです、ね、ぜひやってほしいなと思いますし時効に関しましてはまあ、主要科目の山手って不毛だなと思うのがほら当たったぜみたいなねそれと偉そうに言えないっていう、ね、なんか当たるのは当たり前みたいな感じのところがあるんで。 あのそんなにドヤ、えー、顔はできないんですけれどもまあ時効は来るでしょう時効は昨年出てませんから時効のところはしっかり見ておいてほしいなと思いますそして物件編の2ページなんですが物件に関してはですね正直あのー、山張る必要ありますかって感じなんですよ山張るよりも何もやんなきゃいけないことはもう明確なので 山を張る意味があんまりあるように思えないんですがまあ、ただあのレアもので言うならば名人方法これちょっとレアですよね名人方法自体はあのちょっと見ておいた方がいいんじゃないかと思いますそして単,単物に関してはですね共同定等の例の計算問題え計算問題のところがですねあの ここ2年出てませんので、えー、共同程度の、えー、計算問題は見といた方がいい。そして法定値条件も昨年出ていませんから、こちらのところは、えー、確認しつつ、物上代の判例問題ね。これも注意しておいた方がいいなと思います。で、物件編は改正点の影響がありませんので、あの特に司法試験の問題等は挙げておりません。問題の債権なんですけど、債権についてはですね。 司法試験の出題傾向を見ていてですね、いやここまで正直再建法改正を本当に出すかっていうのがもうなんか怖いぐらい出ているんですよ。で、司法書士の試験って2年ルールって皆さんにもあのお話ししていたと思うんですが、改正大きな改正があってから2年は出さないよ。 というルールがですね、ずっとあったんですずっとありましたえー、26年の直近でいうとね、26年の解消法改正の監査等委員会設置会社も初めて出たのが28年ですですから2年は様子を見るというのがもう不分立のようになっていたんですが初めて崩れたのが去年です去年、えー、ここまであの改正直後にいや改正点が出たというのは去年初めてなんですねで、この傾向は正直続くと思います続く きます続くと思いますあの一旦ここまで、えー、家事を、えー、変更しましたら今までの経験値から言うとですねいやねあのデータで読み解く根本さんにあの盾つくわけじゃないんですがわ私もあのもうねあの合格して26年26年か26年経ちますし講師としても23年やって ますからあのいろいろな状況を見てきまして1回大きく舵を切ると3年は傾向が続く、えー、ということを、まあ、言えると思いますだから今年、債権法改正点については本当に気をつけた方がいいそうなると債権者代債権者取消権どちらも改正によって大きく出ていますよね。 でその中で再建者取消権と再建者代位だったら再建者代位の方ですで代位の方が改正の大きな影響は特にないので代位であればそんなに怖くないそして弁債による代位これも大きく再建法によって改正によって変わってますそれから連帯再建連帯債務ですで連帯再建に関してはですね次の三ページのところに令和三年の司法試験第十七問私白状しますこれ間違えました私あの司法試験の問題 1 <laughs> で、えっと、一問だけ間違えたんですがえあの実施された当日に解いて当日にツイッターのクラブハウスみたいなあの、えー、同時中継する音声のあれで「私、第何問目何番でした何番でした」したって言って。 唯一間違えたのはこの17問です。で、連帯債権。お恥ずかしながら間違えているんですが、連帯債権の17問、これ連帯債権で問題を出してきてますから、正解2だと思いますね。えー、正解あ違いますね。令和3年の司法試験第18問だ。18問の方、18問の正解5の方ですね。えー、唯一間違えたのはこの問題なんですよ。で、この問題はあのー、連帯債権の お非常に真髄をついているなというふうに思いますので連帯債権、そろそろ来たときにこういう形で出てきてしまう可能性はあるんじゃないかなと連帯債権の問題としてはです、ね、解説しましょうかあ、まあ、私も間違えたっていうぐらいですからあのそれこそあの連帯債権の10 18問目,18問目だから A および B。 あの3ページの一番下です、ABC の3人が D に対して連帯して600万の金銭債権を有する場合、ABC の分与されるべき利益は等しいもの、いわゆるあの連帯債務の負担部分にあたるものが連帯債権だと分与されるべき利益という表現になっていきますで、えー。3人の連帯債権者の分与されるべき利益が等しいということは、ABC が1人200万ずつの分与されるべき利益を持っているという状態なんですね。で は A は D に対して600万円全額の請求をするにあたり B および C の同意を得ることを要しない A は D に対して D は債務者です600万円全額の請求をするにあたって B、C の同意を得ることを要しない連帯債権の場合には不可分債権同様1人の債権者が全額の請求をすることができますそれに対して他の債権者の同意を得る必要はありませんのでこれは丸なんですね。で次、足の、e、です。 A が D に対して債権の全部を免除した場合であっても B は D に対して400万円の限度で支払いを請求することができると。でこの債務の免除についてはですね自分に分与されるべき利益については絶対困難ですだからあの他人の総面各自で負担という皆さん 勉強していらっしゃる方、えー、去年から勉強、去年より前から勉強されていらっしゃる方だと、レンタル債務の絶対項、他人のそうめん各自で負担ってありましたよね。他人のそうめんの面は免除、免除は絶対効だ ただ、それがレンタル債務の改正で、えー、昨年の債権法改正で変わってしまったんですが連帯債券についてはは免除は絶対こうなりますですから1人の債権者があー免除をした場合その1人の債権者の負担部分にあたる分与されるべき利益の金額でもって他の債権者も請求できなくなる。 ですから分与されるべき利益が200万である以上他の債権者は400万の限度でもって支払い請求できるいは丸ということになっていきますで次足のうです A の D に対する権利が時効により消滅したが B の D に対する権利については消滅時効が完成していない場合 B は D に対して600万の支払いを請求することができるで、えー、他人の総面各自で負担の自 時効これ、連帯債務では時効は負担部分につき絶対効だったんですよね。ところが、えー、連帯債務の改正、何度も言いますが、債権法改正で、えー、時効は絶対効でなくなった。だけれども、連帯債権には残ってるんです。連帯債権は請求、免除、時効は引き続いて連帯債権、絶対効です。請求免除時効は引き続いて絶対ととなりますと この A の D に対する債権が時効による消滅したということであってもそれはあくまで相対抗、絶対抗、失礼しました、そうあちょっと、まま、た今間違えましたね、時効は,はあの、連帯債務の時には負担部分について絶対抗だったのが連帯債権だと、えー、失礼しました、あの絶対抗じゃないんだ、絶対抗じゃなくて相対抗、改正によって変わったということですね。 あのちょっと今、間違えて言いましたが、えー、そうなりますと時効によって消滅しても、えー、引き続いて600万の請求をすることができるごめんなさい、えー、600万の請求をすることができる、えー、負担部分について絶対項なのは請求と免除ね、免除、失礼しました、時効は、時効はあのごめんなさい、相、えー、対項です、時効は相対項ということなんで、これ、丸の足になっていきます。えー ち時効とえー、免除、ね、時効と免除と請求依然として絶対こなのはあ請求と免除それに対して時効については相対抗ということになりますので600万円、えー、全額を請求することができると。 で足の A のところを見ていくと D が A に対して300万円の金銭債権を有している場合において D が A に対して総裁を援用したときはその総裁は200万円の限度で効力を生ずるとでこの総裁につきましてはこれは連帯債務とも同じです。D さ <coughs> D さんが A に対ししてて万円ののの債権をを有して D の方から総裁を援用で総裁裁援用というのは、えー D が持っている反対債権300万円で持って総裁するということは弁済すると同じことですから D さんが300万弁済したのと同じことになるそうなるとこれは A さんのに対して300万円の総裁をしますとその総裁は300万の限度で債権債務の消滅の,限度債権債務消滅の効果を生じていきますからこれを A は罰と、ね。 で次、o、C が D を単独で相続した場合には A は C に対して400万円の支払いを請求することができると。でこれ債権者と債務者が同一人に帰属する混同混同は債務の弁済と同じことになりますから、えー、C さんが D さんを単独で相続すれば D が相続したのと D が弁済したのと同じことになるそうしますと D が弁済したのと同じことになるのに A が C に400万の支払いを請求するのはおかしいんですよね、えー、ですのでこれが×ということで A、えー、と O が×で正解が5番 A、えー、と O が×で正解が5番というのがあの回答になって、えー、いきますもちろん法務省からあの発表されたわけではないんですが、まあ、これを回答として見ていただきたいなと思います そしてこの連帯債権と並んで本当にあの司法試験でびっくりしたのがです、ねえー、総裁の問題、司法試験第17問、4ページ、資料貸借の問題、21、ん ?20, 20? う、24ページのところにある使用貸借、帰宅、組合についての問題がこんなに出るんだと。で えー、組合、帰宅、使用対策と来るとちょっと皆さん方としてはちょっと嫌な汗が流れると思いますで使用対策、帰宅、組合についてはですねあのできれば避けて通りたいのが本音のところなんですがそろそろ来ますよ。 で3つが3つ全部来るとは言いません、どうせ4問しか出ないんですから4問しか出ない中でそうあの使用退職、帰宅、組合なんてそんな格論で3問出るわけないんですがないんですけどもその賃退借よりも帰宅、えー、そして、請負、委任よりも組合ですねでこの問題皆さんあの、過去問の中で組合の問題使用退職の問題もう数えるほどしかありません。 ちょっとですねあの本当に片手までいい1分、2分でもって確認できてですねそれでもってあ見といてよかったということになるぐらいだったらそちらをですねあのぜひ目指してほしいなとで一応司法試験の出題実績につきましては、ね、見てくださいあの4ページ、司法試験、まあ、21問。 えーまあ、令,和令和3年と2年の問題は入り混じっているとは言ってもですね5ページのところに25、27、28と、えー、ここまで出ておりますからちょっと目を通していただきたいなというのが本音のところです、えー、本当に使用対策、帰宅、組合は危ないなというふうに思っております。 さあでは5ページのところ親族相続婚姻不要はまあもう順当ラインとして特にいいでしょうそして6ページの相続人遺言執行ここまではもういいとして改正点絡みでは配偶者居住権です配偶者居住権はもしあの民法不当法の卓越で出なければ記述で出る予想があ,あります記述のところでですね昨年の,あの遺言書の実質証書遺言の、えー 問題やそれから遺言の保管制度なんかについてちょっと触れていた遺言の保管というか、まあ、実質証書遺言の財産目録を手書きでなくてもいいというようなね、記述問題にちょっと改正点絡めたように配偶者居住権については多分出してきます。どっちで出してくるか、卓一で出すか、記述で出すか、でく一で出した場合には、えー、司法試験の問題が一つの,あのヒントになると思います。司法試験の問題が えー、第34問令和3年の第34問の使用試験の問題が配偶者居住権からの問題となります。ですからこれを1つの頼りとしてでレックの公開模試なんかでも出してたと思います。ちょっとねあのぜひ、えー 卓一のですねその問題をご覧になってほしいなとそして、記述で出るということも可能性としては否定できないんですがそれはこの後赤松さんが話してくれますからそこはもう彼に譲ろうと思いますそして遺留分についての改正点もあの危ないと思いますので遺留、まあ、分については大きな改正ではありませんけれども、えー、ちょっと確認をしておいてほしいなと思います。 さあ、それでは、じゃあ、民法はもうとにかく、再建法改正と相続法改正に要注意、ね。もうそれに尽きるということです。じゃあ、不当法いきますよ、7ページいきまして、不当法。不当法はもう一口に、相続情報一覧図相続、法定相続情報の一覧図の問題が、えー、バーンと表に出てくることが予想されます。 で法定相続情報一覧図についての説明をダラダラとするつもりはないんですがいわゆる、えー、相続登記の時に本来戸籍謄本類の原本を出さなければいけない、えー、登記原因証明情報として戸籍謄本類の原本を出さなければいけないところその法定相続情報一覧図を,、えーを 法務局で持って発行してもらっていれば戸籍等本類の原本を出さなくともこれを持ってですね戸籍等本類の原本に変えることができるという制度だったわけです。よく質問にいただくのがじゃあ以前からあった相続関係説明図と法定相続情報一覧図ってどう違うんですか相相続続関係説明図図というのは別に法定相続情報一覧図 の改正よりもはるか前からあの存在していた制度です。でこの相続関係説明図の制度と相続情報一覧図って両立するんですかっていうかあのなていうかあの表す図としては同じなんですよね。同じなんです。相続関係説明図で相続関係を説明したものこれ使用者氏が作ります。 でそしてて一覧図だって司法書士が作りますでそれを法務局に提出して一覧図として法務局に保管され一覧図の写しであるという認証文がつくのが一覧図の写しでそれに対してそあの相続関係説明図にはそういった認証文は入らないじゃあこれど,ど,どういう違いがあるのっていうともともと相続関係説明図の本来の趣旨確認しましょうこれ下に書いてある通りですね もともと登記原因証明情報として戸籍の原本を提出しますよね。で、登記原因証明情報として戸籍の原本を提出しちゃうと、原本はすべて法務局に保管されてしまうことになるんです。でも、戸籍の原本って、えー、お金があの、をかけて取ったものですから。それをですね、原本を法務局に取られてしまうのは、申請人、特に相続人としては。また、あの原本を。 お金かけて入手しなきゃいけないということで、原本はやはり返してほしいという需要がある。じゃあ、その原本を返してもらうために、どうす、どうしたか。そうすると、すべての戸籍のページについてコピーを取って、で、そのコピーを取りまして、で、それを、お、末尾のところに、これは原本に相違ないというですね。スタンプを押し、司法書士が印鑑を押す。つまり、司法書士の方で当本を作っていくということになります。で、戸籍って言ってもですね。 1>, 1人の方が亡くなったときに必要となる戸籍というのは最大で6通とかになることがある6通でも家族が多ければ1通の戸籍自体が7ページ8ページになるそうすると7ページ8ページの戸籍かける6通ということになりますと相当程度のコピーを取り、ね、それに割引を押し当本を作っていくというのは司法書士の方としても結構大変なんです。特に、ね、戸籍が何が何大変かと,いうと ホチキスを外すのが大変もうあの司法書士としての職歴が分かるなんていうのがホチキスをいかにうまく外せるかによって司法書士の、ねえー、経歴が分かるなんて言われるぐらいであのうまーくホーチキスを外して、ね、髪を破らずにホチキス外してそして全ページコピー取ってそしてあのもう一度、ね、同じとこにホチキス同じパンチの穴のとこにホチキスをね、えーあの 閉じてそして何事もなかったかに当本,あの当本を作っていくとでそういった作業は非常に大変なんですよ。でそれでで当期間にいい当本を確認してもらった上で当本を、えー、法務局に回収し回収っていうかまあ保管してもらうそうすると原本は返ってくるだけれどもそれは結構大変なんです。特にあの長く生きられた方 ね、もうありがたいことなんですが学く生きられた方で、えー、いろいろ転籍とかされている方だと戸籍のページ通数が多くなると登記官確認する時も大変であるとそうすると司法書士の方でじゃあその戸籍の全部司法書士が本職として読み取った、えー、相続関係を図にするからこの図、ね、相続関係1、えー、説明図、説明図を当本代わりコピー代わりに提出する。 という形で対応をしてで、当機関が原本とこの説明図を対比してその通り問題なければ原本の全ページコピーがなくとも原本を返してくれるというのが説明図の役割なんですそれがあの説明図の役割というふうに思ってみてくださいそこへ来てえ31年から一覧図の制度が導入された一覧図の制度というのは その原本自体を出さなくて済む制度なんです。今までは原本出します説明図出しますで説明図と原本を確認してもらって原本返してもらうという制度だったのが原本自体を出さずに一覧図を出しますというところで戸籍の原本を法務局に出さなくとも相続登記ができるというふうにしたのがこの一覧図の制度。でこの時に実は えー、一覧図を返してもらいたい時一覧図の原本を返してもらいたい時どうするか一覧図の原本を返してもらいたい時に本来だったら一覧図の原本と一覧図のコピーを両方出すんですけどその一覧図のコピーに変えて相続関係説明図も出していくと、えー、相続関係説明図だけ没収されて一覧図書いてきますよ。 っていうのがこの下に書いてあります平成29年4月17日の先例とね。一番下読みますね相続登記の際に戸籍の原本に変えて一覧図の写しを添付し一覧図の写しの原本完付籍をした場合 普通は使用書士の方で原本の写しに相違ないに記載した記入した一覧図の写しの東本を用意して原本と一緒に提出するが相続関係説明図も一緒に提出した時は当該説明図を一覧図のコピー写しとして取り扱うことができ原本を別に用意しなくてもよい。だから要するに相続関係一覧図の原本を返してもらいたい。 えー、を返してもらいたいたときに原本の写しを、えー、提出するんじゃなくて一覧図を提出すれば原本の一覧図返ってきますよっていうあのちょっと非常に分かりにくい話なんですけどもこういったですね制度29年の4月17日の洗礼これあの足レベルで出ても文句言えないのでちょっと一覧図と説明図って違うよ役割違うよということを、ね、含めてご覧になっておいていただきたいと思います。 8ページのところ、あの不動産東京のその他出題の予想については皆さんご覧になっていただきたいと思います。さあ、そして続いて会社法です。会社法なんですけれども、改正点が出題される可能性は確かに否定はできないんですが、例えば。 株式交付で1問とかいいいいうのはちょっとととなななんじゃないかか思います株式交付で一問とかそ,そこまで尖ったことはないないんじゃないかなというふうには思っております。でえー、9ページ、10ページのところでは事業譲渡11ページのところでは訴えそして新株予約権、計算書類で商法分野に関しては商号並びに商行為、支配人、えー、ここら辺が危ないかなと思っています。で 株式交付でま○ 1問というとがった問題は出ないとは思うんですが、まあ、先ほど言ったとおり改正点がです、ね、侮れないとするならばやっぱり心配ですよねでその点に関してはあの12ページの下にありますけれども、えー、私のほうであのツイッターでえー改正点の問題がもし出た場合にどのレベルでもって出ていくか。どのレベルまで えー、出していく可能性があるかという問題を今現状23問ぐらい23問というのは足レベルですよ足レベルで一問一答で23問ぐらい作ってあのツイートをあのまとめておりますでそういったところをちょっと参考にしていただいてやるとしてもそれぐらいじゃないですか株式交付のところでも本当に触りのところしか出してません。 えー、ただあの改正点がどういうふうに出てくるのかっていうのを気になる方なんかにはあのお役立ちいただけるかなと思うので参照になさってみてください私のねツイッターの,の画面出していただくとなんか、ね、その他設定だから私のなんか、ね、あのアイコンの隣に え設定設定ボタンがあるんですよ。なんかそこにモーメントっていうの、まあ、もういいですよ。あのツイッターモーメント検索方法とかっていうふうにあのネット上で検索していただければ、あの自分の過去のツイートを全部まとめております。だから一発でもって全部。 その会社法改正点の一問一答問題集が全部ツリーになってですね、あの、えー、ご覧になれますから、プリントアウトとかしてで一問一答の問題として、えー、確認をしていただけるかと思いますので、ちょっとあのご役立ていただきたいと思います。そして13ページ、えー、商業登記法なんですが、商業登記法に関してはやはりあの改正点が心配だと思うんですよね。で、印鑑登録が任意となる。 これあの完全オンライン申請をする場合においては印鑑登録をする必要がなくなったただ、書面申請をする場合にはオンライン申請、えー、ではなく書面申請をする場合には以前通り印鑑の届出が必要です。でこれあの、ちょっと私のほうで直前、択一過去も絞り込む口座の方で、えー、一部言い間違いをしてしまってあの皆さんからお,お叱りを受けて、えー、大変申し訳ない事態になってしまった案件なんですが。 あの書面申請の場合にはあの印鑑の届けで、えー、引き続き必要ですちょっとそこを間違えないでください本当にこれであの答え待ちねあの回答を間違えてしまってお前のせいだって言われると本当にちょっと私としてはもう立つ背がないのでその、えー、皆さん方にあの いろんなところで声を大にして今あのお詫び案件に回っているところなんですがオンライン申請をするんだったら印鑑届ではいらないだけども書面申請をするんだったら印鑑届では引き続き必要ですただ完全オンラインで行こうと予定している会社に関してはだから印鑑届でをしないという選択はあるとでそうなると印鑑届でが不要不要とかしない会社がありうるという前提になりますから株式交換株式移転 会社分割の際の、えー、分割会社と承継会社、または分割会社と設立会社、完全子会社と完全親会社との管轄が違う場合のいわゆる分割会社の代取りの印鑑証明書、完全子会社の印鑑証明書の添付というのが義務ではなくなっております、えー、そういったあの改正につながっておりますので、ちょっとそこら辺のところは注意をなさってみてください。 ただ、その一月二十九日に宣伝が出たんですね。一月二十九日に出た宣伝を、今年の試験でバンバン出すかというと、ううんちょっと厳しいかなと。だから、印鑑絡みのところは、ぜひ皆さんあの、えー、知っておいてはいただきたいんです。けれども、そこまであの注意しなくてもいいんじゃないかと思います。そしてあの、えー、ここに書かれている予想論点の一番ラストのところなんですが、これなんですよ、これ。 あのどの講師も話していなかったあの論点なんですが実は、今年の2月15日からですねオンラインによる定款認証及び設立登記の同時申請制度というのが実はスタートしてきておりますでこれ講師間でいろいろ会議をした結果ですね話した、話したって言ったら話してないって、ね。 話してないのとか言っ,て言ってみんなお互い誰かが話してるんだろうと思っていて誰かが話してるんだろうと期待をして今に至ってしまってその先月話し合いをしたらですね誰も話してなかったという残念な状況になってまあ今年出ないと思いますよ出ないと思うんですけどちょっとだけお耳にあの残しておいていただくといいと思います。今年のの月15日から実はですね定管認証と設立登記の申請が えー、同日に処理されるという制度があ実はスタートしてるんです。でこれですね、私も三回やりました。で私あんまり設立やらないんですけど自分の事務所で三回やるってことは相当で他の先生に聞いてみたらよすごい利用実績あるよと、ね、いうことであの特にテレビ電話による交渉人との あの認証あの今までは交渉人と対面で,で定款認証をしていたのがテレビ電話でもって定款認証ができるようになったということも大きいんですが定款認証をするのと同日にそののに設立登記の申請ができる今までは定款認証をあらかじめ行った上でその後定款、えー、認証された後設立登記申請だったのが。 設立登記申請と定款認証が同日でできるというですねシステムになったんです。で、これあの実務ですごく利用されてるんですね。で、今ツイッター上で司法書士の先生たちがすごくいっぱいこの件についてのツイートをしてるのはご覧になった方もいらっしゃると思います。すごい便利だねとっていう話とか、いやこんなトラブルあったよこんなこんなあの落ちがあったよみたいなそういうもちろん制度への不備への指摘ももちろん含めまして、ただこの制度、えー、ちょっと13ページに書いておきました。 それで,ので最低でも一読すればいいんですよ。何これっていうですね、ことのならない程度に皆さんの。 えー、目に留まっていただければそれでいいとももう詳しくはもう理解するものではありませんただレックとしてこれを全くねあの皆さんにあのお話ししなかったというのはちょっと不義理だと思いますのでこの場でもってコラム的な形で取り扱わせていただきたいと思いますそして商業登記法の改正点がもし出題されるとしたらどんな感じで出るのかについてもツイッターで私のところであのモーメント機能を使ってさっき言いました。 一一一一問問問問答答で今20問ほど一問一答の問題集を出してます、えー、それだけでいいと思いますよ。もういいんじゃないですかそ,それ以上責めなくていいと思いますのでちょっと皆さんの方でいや SNS やってる場合じゃないわかりますわかりますわかりますその気持ち本当にわかります、ねあのえー。それ自体はわかるんですけど パソコンでも見らられますから別にアカウント持ってなくてもパソコンで見られますからあのちょっとこれだけプリントアウトしても以後見ない、ね、それでもいいと思うんですよそれでもいいと思いますからちょっと皆さんの方にね一応情報提供としてはあるよということだけ申し上げておきたいと思います。でこれ以上やるとまた後ろで森山さんがあの怒り狂っちゃうんであの私の方のお話はですね以上とさせていただいてこのあと 森山さんが後ろにいない。森山さんにですね。マイナー科目のですね、えー、山手講義をしてもらいましてで、その後森山さんから、えー、赤松さんの記述の山手、そして最後根本さんの締めくくりとさせていただきたいと思います。じゃ、私の方からのですね。話は一旦これでおしまいにさせていただきたいと思います。えー、もうとにかく、あのま1、あ、番最後のその。 私のところのなんかこう本試験の心得なんて書いてありますがそれも根本さんが最後、拾い上げてくれますからそこはちょっとあの、えー、ここでは大きくコメントしませんけれども,もうとにかく、えー、あと2週間と言わず2週間もある、ね、というふうに考えていただいて、えー、2週間のところでどれだけ自分が変わるんだと、ね、いうことを皆さんが体現してほしいで D 判定、E 判定から当日受かるなんていう人はたくさんいらっしゃるんですよ。 まあ反面ね S 判定から落ちちゃったという方もたくさんいらっしゃるというそれはまず残酷な事実ですけれどもそういったねあの皆さん方の本当にあの。 ドラマをね、この後合格発表の時に見せてほしいなと思ってます。最後まで私たちは味方ですし、皆さん方を支えていこうと思ってますので、えー、ぜひですね、本当にあのやり切ったよというね笑顔でもって報告をお待ちしたいと思います。それではじゃあ私からの話は以上で終了して、この後森山講師の方にですねバトンタッチをしていきたいと思います。じゃあ私の方からは以上で終了させていただきます。はい皆さんこんにちは。 歴戦にの森山ですで私の方からはマイナー科目の出題予想といった形でお話をしていきたいと思います。マイナー科目に関してはまだ整理ができていない方とかいう方も多くいらっしゃると思いますからここだけはやってほしいということについてお話をしますのでその部分についてしっかり残りの時間でですねそこやってないとかそこ弱いよという部分については整理をしていただければという,ふうに思います。 まああのマイナー科目については例えば民事執行法とか民事保全法とかも一問しか出ないというのがありますからまあ当たらない可能性もありますがここが予想されるよというところについてお話をしていきたいと思いますのでぜひその部分についてはですねご自宅に帰って自分のテキストでもってですね整理を進めていただくのがいいのかなというふうに思いますそれでは一ページ私のレジュメの一ページのところからお話をしていきたいと思いますがまずは午前部分のところで憲法ですね憲法が三問出題されますけれども。 まず1ページに書いてある精神的な自由権これが出題感覚でいうと出題予想される分野ということになります。 まあ精神的な自由権といってもいろいろありますがその中での大山が思想良心の自由かなというふうに思いますねこちら学説問題それから判例などいろいろありますがこちらの方が予想されると信、まあ、教の自由とか学問の自由もありますがやはりこちらの思想良心の自由で思想良心の自由その下に19条がありますが思想良心の自由はこれを犯してはならないというふうに書いてありますで思想と良心ですね一体どんな内容なのかというと えー、丸一どのような思想を持つことも許されるだから、まあ、どんな悪どい思想を持とうがどんな反社会的な思想を持とうがそれはもう心の中にある限り自由だよそれから2つ目として、えー、思想の告白の強制を許されない沈黙の自由お前どんな思想を持ってんだというふうに強制されない自由えこれが存在しますでこれはその下に書いてある通おり私、まあ、人間では相対化されますがそうでない限り内心にとどまる限り絶対的に保証される。 ですから心の中にある限り別にどんな反社会的な思想を持っていようが誰にも迷惑かからないわけですだから外に出ない限り、えー、内心に留まる限り絶対的に無制約だということは押さえておいてくださいで次のページ行ってもらうと論点があって、まあ、謝罪広告の強制の合憲性お前謝れよといった謝罪広告を強制することが許されるのかということになります裁判所が例えば名誉を毀損したような被、えー、加害者に対して 新聞市場で謝れよほら早く謝れよ強制することが許されるのかこれがあるわけですねそれって謝れよっつってますから思想を表に出せって言ってるようなもんですよだからこれが合憲なのか違憲なのかこれが問題となるわけですが結構これ深い論点で思想良心って一体何なの What ということと関連するわけですよ A 説内心説思想という思想良心で保護されるのは世界観に限らず事物に関する是非明滅を広く含む趣旨だということですから心の中の全領域これが思想良心として保護されるということになるわけです。まあ内心というのがあって A 説だとこれが全部保障対象になります。 でそれに対して B 説は新情説ですから内心の中でも世界観ここだけが保証対象になるだから A 説はこの内心全部が保証対象ですが B 説だと世界観だけが保証対象ですよということになるわけです。 えー、A 説はです、ね、やっぱりこう思想良心というぐらいだから心の中の頭の中の働きが全部保証対象だ、B 説はいやそれはちょっと保証の対象を広げすぎでしょうどうでもいいような、えー、内心まで保証してしまうと本当に大事な世界観、人生観というものが保護されないじゃないかということで、えー、その保護のインフレ化が働きますから狭くもう本当に大事な思想だけを保護していこうということになるわけですね。ち、まあ、ちょょっっととととと結論ののこここころろかか理由のところを見ていただければわりまますがでここではかいつまんで お話をしますけどじゃあ世界観に含まれるものこれはまあ人生観とかそういうことですよねでここでやっている謝罪広告というのはこちらの内心にににはは入入りりまますすが世界観には入らないってことにないとこつまりここは例えば善悪の判断とか知ってる知らないこれに関しては世界観人生観に関係ない内心には入りますけど世界観人生観には入らないわけですね。 でで今回善悪の判断を強制してるわけです謝れよだからそれは A 説からすれば思想というものを表に出すことを強制してるわけですが B 説からすればいや世界観とか人生観は強制してないよね。 ただ、善悪の判断を求めているだけでしょ知ってるか知らないかを言わせるえ、えー、善悪の判断を言わせているだけですから B 説のようにもう狭く人生観だけを保証しているというふうに考えるとえこの善悪の判断については B 説からは保証対象だということで謝罪広告を強制しても憲法に反しないえこういったことになります。まあ、そんな形で押さえててておいいいただければと思いますえここののの謝罪広告に関してはこの思想良心の、えー 本質と関わる問題ですからちょっとお話をしましたであとはですねこの思想量子に関してはいくつか重要な判例がありますここではまあ、高島中学内心書事件えこちら入れておきましたけれどもえこちらはですねえこの学校内で、うん、まあ、例えば機関紙取り出を発行したとか紛糾と叫んだとか ML 派の集会に参加したとかあこんなことがいろいろ書いてあるんだけれどもそれによって、えーまあ、例えば高校が落ちてしまった時にそれはもう思想良心の自由の侵害じゃないかということになりますが反死の2行目あたりに書いてあるとおりいやそれは ML 派の集会に参加したっていう行動が書いてあるだけであって思想良心が書いてあるわけじゃないでしょだから思想良心を書いてあるわけじゃないんだからそれは思想良心の自由を侵害しないんだえこういうふうなのが判例になります。 まあ大体この辺りの判例ってそういういことで3ページの上にタイトルだけ書いてありますが「君が代」のですねピアノ伴奏事件に関してもこれ東京の方でで入学式とか卒業式でピア「君が代」を伴奏させた。 これがですね思想良心の自由に反するかってことが問題となったわけですがピアノ弾かせただけでしょ人生観、世界観モテとは言ってないでしょキメがよの世界観を強制したわけではなくてピアノを弾けと言っただけじゃないかということでこれはですね思想良心に反しないこんな結論が出ておりますこの辺りちょっとまだお留守だよという方はしっかり押さえておいてください。 では3ページのところになりますが経済的自由からは財産権ですねここを押さえておきましょう29条開けておきましたけれども財産権の性質それからその下に森林法共有林事権これは違憲判決ですからその内容のところをしっかり押さえてくださいで憲法の違憲判決というのは目的が正当じゃないから違憲という場合と <laughs> 手段に合理性がないから違憲という場合がありますがこちら目的は OK です 目的は、OK、ただ、手段が合理性がない。ということで、目的が意見だから、まあ、意見判決の場合に結論があっていたとしても、どの部分で意見出しているかですね、えー、合理性の基準であれば、目的と手段で考えますが目的はこれ正当なんですよ、目的が正当じゃないとは言ってません、手段のところで意見出してるんだよということをです、ね、押さえていただければと思います。 ででは次ですねで4ページのところからは統治の問題ですが、まあ、国会あたりは当然出るでしょう。で、えー、ちょっとまあ財布ですからあクイズ形式で穴埋め問題出しておきましたので分数入れて えま、楽しく学習をしていただければと思います。まあ、この統治の分野についてはどこが出るって言うよりは条文きちんと読んでることが大事ですから、統治の条文が少しまだ読んでないよ。って方はしっかりこういうところに注意して、統治の条文を読んでいただければと思います。え、5ページの下裁判所え、これも当然出題が予想されるところになります。あの違憲審査権以外の普通のこう裁判所の組織とかそういうところかなというふうに思いますのでえ、そういう細かいところがまだです。よって方はしっかり押さえておいてください。 <laughs> 6ページのところえ憲法最後にその他ですねこれ財政と地方自治どっちか出ると思いますえ下に出題間隔を上げておきましたえ司法書士の試験はこの出題間隔から予想していくってことになりますが財政地方自治がこんな順番で出てますで、えー、31年それから2年というふうに2年お留守になりましたから 私かたちは財政かもしれませんが22、24、27と続いておりますから地方自治が来てもおかしくないですねえこの2つはしっかり押さえておいてくださいマイナー分野ではありますがあどちらかの出題は予想されるかなと思います7ページの方に行ってくださいここから刑法ですまずは総論分野からは違法性の部分ですね被害者の承諾か正当防衛を予想しておきます 被害者の承諾についてはその下に過去問チェックとともに入れておりますので、えー、この辺り、えー、もう一度見ておいていただければと思いますで8ページ、えー、共犯のところと執行猶予えこちらもですね、えー、共犯は少し難しいですが執行猶予のところは、まあ、要件などを覚えるだけですから、まあ、一度目を通していただけるといいかなと。最最後の最後ののはこの 暗記事えこれが来ますので単純暗記については今からでも全然遅くありませんからこなしておいていただければと思います。9ページ、各論ですね、こちらは財産罪です、当然で。9ページの頭のところを見ていただくと横領、詐欺、強盗、窃盗という順番に並べてあります。テキストのの順順番番とは違いまますすがこの順番で取材されてますね平成20 21 22 23 それから26、27、28とで29と続いてで詐欺が令和2年だから次は強盗か窃盗ですねで、まあ、順番からすれば強盗かなと思うんですがわかりません。窃盗はこの平成23年の前は立て続けに出ておりますから、まあ、窃盗が比較的近年出てないことを考えれば窃盗の可能性もあります。 とということで強盗か窃盗が少し出題間隔が空いちゃってますからこの2つは出題可能性が高いかなと予想しておりますで9ページえ窃盗罪の条文を挙げておきました、まあ、条文大事ですからちょっと見ておきます他人の財物を摂取したものは窃盗の罪だということですねでここでポイントになるのは他人が占有する財物を取るんだという犯罪です。 でもし他人じゃなくて自分が占有していればそれは横領になる可能性があるしそれから占有が誰にもないのであればそれは、うん、占有離脱物横領になる可能性がありますから他人が占有しているこの占有の有無ということの論点が意外といろんな判例がありますので9ページの下のところ占有の有無確認をしておいてくださいで社会通念に従ってものの占有者の支配力が及んでいるかどうか あいうことになりますですからオーラが届いてるかどうかですねですから例えば居眠りしている人の電車の中の網棚の上にカバンが置いてあるあの人のものだなって社会通念上オーラが届いてますよただ電車から降りてしまったらそれはさすがに その人の占有物ではなくなりますとこんな話ですよねだからここにいろいろ判例を載せておきましたよくロストボールの話だとかバスの待合室の話だとか出てくると思いますのでちょっと目を通していただけるとわかるかなと思いますそのものの占有者の支配力が及んでるかどうかああいうところからあ検討しておいていただければと思いますで10ページの方を見てください 10ページのところでは死者に占有はあるかつまり死体から財布を取ったときに窃盗かどうか他人の占有しているものを取れば窃盗だって言いましたその死体は他人かってことですよ死者に占有は認められませんあの死者っていうのは死体っていうものだと思ってくださいですから死体と財布が落ちている死体と財布が落ちている死体が財布を持っているわけ占有しているわけではないんですね えー、死体というのは占有する意思もないですから死体については占有するものはありませんだから物が物物と物が落ちているだけですからあその死体から死体,のポケ死体のポケットから財布を取ってしまえばそれは占有離脱物横領になるのであって、えー、窃盗罪になるわけではありません。ただしその下です 殺害者との関係では生前の戦友は保護すべきであり殺害者が死亡直後に財布を摂取した場合にはこれ、窃盗罪が成立をしますこれ気をつけなければいけないのは殺害者との関係です確かに死んでるんですよでもなんで死んでるんですかお前が殺したからだろうだから死んでるんですよお前が殺さなかったら死んでなかっただろう。話になりますから生前の戦友が保護されると言えるんですね いや死体から取ったんですなんて言い訳,言い訳聞かないんですよお前が殺したんだから死んだんですだから窃盗罪になりますただこの事例が出たら気をつけなければいけないのは2行目から3行目にかけてまず死亡直後であること殺した犯人との関係であることもう1つ気をつけなければいけないのはその次です初めから財布を取る意思で殺したら強盗殺人ですもう窃盗では済みません 殺してまで財布を取ろうとしてますから強盗殺人です。でこの過去問でも出たことがありますが窃盗になるためには殺してから思い立って財布を取る逃走資金にしようと思って財布を取りましたみたいなことが書いてあるわけですよこの事例をしっかり押さえてくださいね窃盗か強盗殺人になるかはその財布を取る意思がいつ生じたかああいうことから判断をしていただければというふうに思います。これ難しいんですよだから 尖閣離脱物横領か窃盗か強盗殺人しっかり使い分けてくださいで強盗に関しては236条を挙げておきましたがここでは240条強盗致死傷罪ということを少しお話ししておきたいと思いますが240条強盗が人を負傷させたときには無期または6年以上の懲役に処し死,死亡させたときは死刑または無期懲役に処する。普通は 何々をしして寄ってっ死にましたみたいな条文があると大体なんとか致死罪という結果的過長犯になる可能性が高いですでもこれは実は結果的課長犯だけではなくて故意犯も含みますだから10ページの一番下の図表に書いてありますがもし傷害とか殺害の故意がなかったとしたら強盗致傷それから強盗致死これが成立するしますが。 殺意や傷害の故意があったとしても強盗傷害、まあ、強盗精進と思いますがあるいは強盗殺人この故意犯も含む犯罪だと押さえてくださいだからこれは結果的課過犯も含んでますが故意犯も含んでる犯罪なぜならばよってという文言がないから結果的課過犯に限定しないと考えるんですねだから強盗したら死んじゃいました 強盗したら怪我をしましたというだけではなくて怪我させてまで強盗しよう殺してまで強盗しようというのも二百四十条でカバーしていくんだということを押さえていただければというふうに思いますで、この条文って未遂があるんですで、それはこの表の一番右下強盗殺人の場合です殺してまで財布を取ろうと思って死亡しなければ 240条の強盗殺人ミスになりますあの結果的過重犯って、未遂ないんですよ、だって、例えば結果,的結果が生じなければ、その基本犯が成立するだけですからね、でもこの犯罪というのは、結果的過重犯だけではなくて、故意犯も含んでますから、殺そうと思って死ななかったら、強盗殺人未遂、これ、未遂ある、未遂があるというふうに押さえてください、あの強盗傷害の方は、えー、未遂があるわけではありません、未遂だったら、ただの暴行だから、ただの強盗罪になります。 11ページの方放火罪、それから民事訴訟は訴訟の開始、証拠ですね、このあたりはもう品質だと思います。12ページ、訴訟の終了、特にその中でも、当事者の行為による訴訟の終了、当事者の行為による訴訟の終了、こちらを押さえておいていただければと思います、特に控訴審である訴えの取り下げと控訴の取り下げとの比較ですね、これをしっかり押さえてください。控訴審でも、訴えの取り下げはできます。 控訴、えー、審ではもちろん控訴の取り下げができますですから取り下げと言われた時にどっちの取り下げの話をしているのかで時期まで違うんですよで、えー、訴えの取り下げというのはまず効果から見ると訴訟自体が訴求的に消滅をします一審まで含めて何もなかったことになるそれに対して控訴の取り下げは控訴つまり不服申し立ての取り下げだから一審が残るんですよ第一審判決が確定して終わる 1> 第1審判決が確定して終わるで、時期を見てください一番上に戻って訴えの取り下げはもちろん判決が確定するまですることができるんですがコ構想の取り下げは確定前終局判決があるまでです確定前でもできなくなります終局判決が出るまで言い渡されるまで第2審の終局判決が言い渡されるまでですなぜならば言い渡されたということは見たってこと 見たってことは比較できるってこともし一審のがいいやと思えば控訴の取り下げをすると一審が選べることになりますつまり自分の方で一審の判決がいいか二審の判決が選べるかっていうのは不当ですよねだからもう判決が出たら控訴の取り下げはできないわけですでも訴えの取り下げっていうのは一審ごとなくなりますから別に確定しなければできるんですこの違いですよねであとは相手方の同意がいるかどうかでいうと訴えの取り下げは相手が戦う姿勢を見せた以上 これはもう同意が必要になります。だから控訴審だとも相手方の同意がなければ訴えの取り下げはできません。ただ控訴の取り下げは相手方の同意はいりません。なぜかっていうと一審判決が残ります。例えば一審判決では相手方が勝ったわけです。だからこっちは服だーっつって控訴を提起したわけですよ。その控訴を取り下げたということは相手方の勝ちの判決が残るんだから相手方にとっては何の問題もないわけです。ということで 相手方の同意がいいいらないよっててさえてくださいであとは12ページの下、えー、時間もないのでいろいろいきますが複雑形態訴訟ですね、えー、こちら共同訴訟弁論主義13ページ略式手続きまあ白状するとこのページは出陣式2年か3年同じページを使ってます昇格、えー、訴訟を予想して全然出てくれないので。 あの29年の次、そろそろ出るかなというふうに掲げております。えー、ということで大体、まあ、どの講師も予想するかと思うんですがそろそろかなと思いますので少額、えー、訴訟と手形訴訟の比較なんて形で、えー、押さえていただいてください。えー、14ページから民事執行法、えー、不服申し立てはちょっと危ないです、不服申し立てでそれからその人の強制執行不動産強制競売ですね。もうこれが もう10年近く出てないんですけれども、まあ、出てないんですけれども出ないのかって言われたら出た時に危ないと思いますですから、えー、もちろんですねもう出ないよというふうに、えー、捨てている方は、まあ、今からゼロからやるって話ではないですが。 えもうちゃんと勉強しているよって方は復習はしておいた方がいいかと思いますからあの不動産の普通の強制競売ですよね、えもうこれが全然出てないのでえこの試験ではもう出さないのかっていう考え方もありますけれどもふっとこう復活する可能性がある試験ですからあのやれる方はやっといてくださいもうゼロから今からやろうって方はあ、まあ、可能性とすれば他の不服申し立てとかのが高いですからそこまでやる必要はないかなと思いますそれからその下の下財産開示手続きですねでこちらも最近よく出ます。 だから改正点もあったところですからしっかり押さえていただければと思います特にこの債務者の財産状況の調査と書いておきましたけれどもあの情報をです、ね、登記所から聞くみたいな手続きも新しくできましたのでここはもう改正も含めて要注目分野になっております。しっかり押さえていいたただだければと思いますただ レジュメに載せてないのは今からここで新しい情報を出して勉強してもらおうという趣旨ではありませんからもう勉強している方は自分のテキストで復習してほしいと思うんですね。この取材予想のところで新しい分野を聞いたって覚えられないですよですからあまりそういうことで皆さんを出したくないのでこれはやっている方があそこはやらなきゃとうう思ってもらいたいということでこのネタだけ書いてあるわけですよ。と、えー、いうことですね。別に私が手抜きをしているわけでではないんです そううですすよとということになりますねで15ページいってもらうと民事保全法ですね、これそこに表がありますがこの表はレックでよく見たことがあると思いますがあ仮処分の執行力は及ぶかという図表になります、えー、こちらですね丸ツ。特にこのツの部分ですね、善意の承継してない占有者、これに関しては及ばないよ、えー、仮処分の執行力は及ばないよということをですね押さえていただければと思います。 で15ページの下のところで保全意義、保全取り消しですね、えー、こちらも不服申し立てとして出題可能性があると思いますので、押さえておいてください。で16ページ、司法書訟です。まあ、こちらは懲戒をしておきます、改正がありましたので、その改正部分を含めて懲戒手続きが久しぶりに出題される可能性がありますから、懲戒部分、各自のテキストのところでしっかり押さえておいてください。自分分のテキストに載っている分野で構いませんから で16ページから17ページにかけては協託法です。協託法はもう完全に出題予想できますよね。もう弁済協託、執行協託、それから払い渡しとか、まあ、そういうところから3問出るわけですから、まあ、そのうち2問ぐらいはそこから出ますので、えー、皆さんのこれは過去問ですね、それをしっかりやってください。えー、もう協託法については過去問と同じところしか基本的には出ませんので、えー、そこのところをですねしっかりやっていただければと思いますでこれでで予想の話はおしまいです。 で最後に、まあ、1つだけ少しお話をしたいんですがあのこの前、コロナ対策ってことで法務省とそれから法務局の方から案内が出ましたで試験当日、マスクをしなさいとで不織布マスクをしなさい、えー、こんなところですねで埼玉のホームページ見ると不織布マスクを着用してくださいって書いてあるわけですよ。よ で全国的には推奨ですだから推奨なのか着用なのか推奨ってことは他のマスクでもいいってことですよね。で不織布マスク私もあの感染対策はこういう講師ですからもう東京での外食も1年以上控えてるし不織布マスクもつけて本当にこう皆さんがですねこう出題予想の講座とか普段の講座とか穴開かないようにはできる限りこうやってるつもりで皆さんと一緒に戦ってるつもりではあるんですが。 ただ、試験当日私もクラスで言ったんですよ、えー、試験当日しゃべらないから息のしやすいマスクがいいですよという話はしましたで、うん、ただ埼玉のところで着用してくださいって書いてあるんですねそうすると不織布マスク以外ダメっていう文章ですよねで私問い合わせてみました法務局と法務省にでもちろんそれはご批判があるかと思います何で予備高校講師が、えー、電話すんだよみたいなでも試験案内見ると分かんないことがあれば電話してくださいというふうに書いてありますで こちらもです、ね、法務省がそういう、うん、どっちか分からないようなことを言うのであればやっぱり皆さんのために聞くというのが立場上です、ね、もう責務だと勝手に思っておりますので聞いてみたんですよ。あのまあ、そしたらです、ねえー、でで自分の立場も言ったらあそれはじゃあ,あのぜひ受験生に教えてくださいというのでここでちゃんとお話をするのは別に悪いことじゃないと思うんですがあの当日どうなるか分かりませんよ。ただ向こうが今考えてるのは あの不織布マスク被害でウレタンですかポリエステルですかって聞いたらいやその材質は見た目でわかんないからそれは判断材料にしませんって言ってましたけれどもあら,あらゆるようなマスクって言ってましたねあらゆるようなマスクをしている場合には不織布マスクを渡しますって言ってましたでできれば交換してもらうもちろん強制はできないと思うんですがなるべくこれで受けてください交換してくださいって渡すそうですので,でそれが個人的にはどんなマスクか分かりませんからあの 不織布マスクじゃない人は自分がこれなら不織布マスクやってられるかなというのは一応忍ばせた方がいいと思います。で,、えー、ですから私のクラスでもですねなるべく一気にしやすいマスクが当日いいのではないかとお話をしましたがそれでいけない可能性がもしかしたら。 ありますですからあ不織布マスクでなるべくそれでも息がしやすいとかあいうのはもしかしたら忍ばせておかないと向こうが用意したものと交換ということになる可能性交換だったら取り上げられるわけじゃないと思いますが交換って言葉使ってましたけどねえいうことになりますのでそこはちょっとですね、えーまあ、この程度のお話になっちゃいますけれども可能性ですよえですからそれはちょっと用意しておくというのが当日の、えー、持ち物としていいのかなというふうに思います。ということで、えー、私の話は以上です。 あのまあ、最後になりましたけれども、よくここまで本当に頑張ってきたというのが私のですね、えー、本当に皆さんへの心からの言葉ってことになります。で毎年そうなんですけれども、この試験っていうのは。 本本当当にに大大変変なな試験でででここまで来るのも本当に大変なわけですよで小学生の方もそうだし、えー、中小級者の方もそうですが絶対どこかで諦めたくなることってあるんですねでそれを乗り越えてこうやってきたわけですから本当にあと少しですあと2週間まだまだできることありますよですからすべての分野の総確認などをすることもできますし最後の最後にきちんと追い込んだことが本試験の試験会場に持ち込めますので、えー、それをです、ね、持ち込んでもらって当日今までの力を出し切っていただければという,ふうに思います。 でではよろしいですかね。あの出陣式でコスプレをするとかああいう話はよくあるんですけれどもあの去年はウェブで実施をしましたのであのいろいろできるわけですよ。 ですからカブトみたいな甲冑を着てです、ね、お話をしましたけれども、まあ、これ生でなかなかやることはできませんからあその辺りはまたツイッターとかで,です、ね、いろんな写真を提供したりとかしようと思うんですね。で生でやっているときには毎年、ものまねをやって鬼太郎の親父のマネだとかトトロの映画の再現とかやったんですが聞きたいですか聞聞ききたたくないいですすか聞きたいじゃあやります あのすぐありますからちゃん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 ちゃ試ちゃん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  当日もしよりも慎重になってしまう方がいますから時間配分注意ですよ選択肢3つで回答していつも次に行くえこういうことをもしでやってる方当日絵、えっと読んじゃうんですよいつもより慎重になろうというばかりに次に時間が足らなくなっちゃうその回答ができたら次に行く模擬テストでいつもそれをやってるならば本試験の会場でもそれをやってくださいチャンあもう終わりますからね <laughs> チャン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 ん今年はオリンピックだと思って審査請求の勉強したら去年出てました大丈夫、出題予想が外れたって自分の力を出せばいいんですよですから取れる問題をしっかり解いてください取れない問題予想が外れた問題やってなかった問題はみんなできません。 取れる問題できちんと解いてくるそれから最後まできちんと回答してください頑張ってくださいこれから5分の休憩入りますその後あのピーナッツおじさん出てきますから <laughs> 落下戦おじさんしっかり聞いていただければと思います5分の休憩ですお疲れ様でしたはい、えー、それでは本試験出陣式、えー、残り2週間でここだけはやっておこう 給付式のパートを私レクス専任講師の赤松の方で担当させていただきますではレジュメに沿ってお話をしていきますまずはレジュメの1ページご覧くださいこちら最近の本式の出題傾向です以前であれば所有権中心担保権中心交互になってました まあ今年は所有権中心だったから来年は担保権中心だろうこんな形で予測ができたところなんですが最近ではこの傾向が全く崩れてきてます最近のあたり見てください平成30年平成31年令和2年全く予想ができない状況になってますでここ数年見てもらうと所有権に関する登記それから担保権に関する登記比較的バランスよく出さ出されています なのでこの傾向はおそらく今年も続くんではないかと思ってます所有権の登記と担保権の登記をバランスよく書かせるような問題ですじゃあ次のページ見てください過去21年間の出在傾向ということで、えっと、細かいところは省略しますけれども最近のところを見てもらうと定当権のところ丸が少ないということがわかるかと思います ですので今年については定等権の登記が要注意と思っておいてください当然所有権の登記もね全く出ないということではないですが定等権が何らかの形で出題される可能性は高いですそしてもし寝定等権が出てくるんであれば寝定等権のところを見てもらって 相続合意の登記それから元本確定そしてまた相続合意の登記元本確定この辺が品質論点ですからやはりその辺のひな方はよく見ておくようにしてくださいはい、では次のページです不動産登記の記述の出題予想論点ですが特にゴシックで書いてあるところです一つ目は相続関係ですが法定相続情報 数字相続人間での遺産分割協議そして遺言による登記この辺は要注意です値定当件でしたら前のページで言いましたが元本確定の登記それから相続合意の登記で相続合意の登記であればその後追加設定をするという場合のひな形です書き方がありましたよね相続合意の後の追加設定のひな形これよく見ておいてください、はい、そしてその他のところ 第二よる登記これは本試験大好きな論点ですそれから養液権の登記これも最近よく出ていますから陳謝権の登記ですとか地域権の登記これは意識を持っておいてください。そして下の「民法改正」って書いてありますけれども同じく養液権関係で配偶者居住権の登記これは気をつけておいた方がいいです。先般のの民法改正のこれは 目玉でもありますから給付の方で出されてもおかしくないですそして民法改正の論点ですねこれ去年の給付式もそうだったんですがいきなり民法改正の論点が結構出されてましたなので今年も要注意そこに書いてあるような論点です平存的債務支給計面積的債務支給計に関する論点それから二番少し細かくなりますが弁済による代 そして配偶者居住権です次のページ見てください次のページは法定相続情報についてこれ給付でもし出されたら読み取りがちゃんとできるようにしておいてください法定相続情報は慣れたらその難しくないです法定相続人が書いてあるだけですなのでそちらのサンプルでしたらコーン太郎が被相続人でコーの花子とコーの一郎が相続人です あんまり考えることないわけです皆さんが普通見かける相続関係図は相続人であるものと相続人でないものが書いてありますでも法定相続情報が出てきたらもうそこに載ってるものだけが法定相続人ですそして下の論点見てください法定相続情報があれば次の情報に変えることができるということで一番まず当然戸籍等本一式に変えることができます それから2番法定相続情報に相続人の住所が記載されていれば住所を称する情報にも変えることができますまあ、今回のサンプルだと相続人の住所が載っていますから住所証明情報としても代替することができますそして丸 ③ 番これはちょっと難しい論点ですが法定相続情報に非相続人の最後の住所が記載されていてそれが 登記上の住所と同一であるときその場合は非相続人の同一性を証する情報これに変えることができますまあ、今回のサンプルでは最後の住所が載っていますで、まあ、登記は省略してますがもし登記記録があってその登記録上の非相続人の住所これが法定相続情報の住所と同じであればね、同一性を証する情報も兼ねることができます はい、では次の5ページ見てくださいこちらからは出題が予想される論点、まあ、それの注意事項を書いてありますからご自身でざっと目を通しておいてください一、まあ、つ目でしたら例えば遺言による登記だったら生産型遺贈などが出てくる恐れがあります生産型遺贈だったら登記はどういった順序でするんだったか まず相続登記をして次に売買ですよね。はい、ます、あのようなまあ大事な論点が、えー、いろいろね書かれてありますからこちらご自身で見ておいてください。では次のページ六ページ。名、えー、変利益相反農地これはもう必ず出ると、えー、あ出るっていう前提でね問題を見るようにしてください。まあ名変はもう毎年出てます。 えー、一件目、名変落としちゃったらね、ちょっと痛いです。枠ずれ起こしてしまいますからね。えー、それから利益相反取引。えー、これもやはり、えー、去年は出てませんでしたが、出るっていう前提で問題を見てください。えー、問題を解きながら、たまたま気づいたっていうのとね、それからもう初めから利益相反があるっていう前提で問題を見るのとでは全く変わってきます。えー、それから農地もそろそろ来そうですから。 問題を見たときにです、ね、真っ先に不動産の注目を確認するようにしてくださいそれでは次のページ面積的債務引き受けと平存的債務引き受け冒頭言いましたが低当計の統計がここ2,3年あまり出てませんので今年は要注意です低当計の統計が出てくるとしたらこの民法改正が絡んだ面積的債務引き受け 平存的債務休憩これ最も注意を払うべき論点と言えますでちょっと要件を確認しておきたいと思いますまずは面積的債務休憩です XAB 間 三面契約これはもう当然できるんで出にくいと思います。むしろ二番と三番です。今回の民法改正でこのように要件がきっちり整理されています。X B 間で契約をするんであればその後 X から A に通知をします。それが現日付 A B 間で契約をするんであればこの後 X から B に承諾をします。これが現日付けとなります。 保権の移転このイトロは上記の債権契約までに済ませる必要があるということですが X から B に対する担保権移転の思表時それと設定値の承諾 <laughs> はい、えー、とこの要件ね誰から誰に何をするのかこれをしっかり覚えておいてくださいでここの面積的債務求付についてはレジュメのとおり 債権契約と担保権の移転そこをしっかり区別をしてみておいてください、えー、定当権がもしなかったら上の債権契約そこまでです定当権がもしなかったら XB 間で契約をしたときは X が A に通知をする AB 間で契約をしたときは X が B に対して承諾をするそこまででもし定当権がついていたらこの定当権を審査員に移すということが出てきますそのときはどうやって移すかというと 担保権の移転については X から B への意思表示です X から B に担保権を移転しますよってう意思表示それと設定者の承諾を得ること設定者の承諾は次書いてますが B 以外の場合すべて必要ですこの図でいうと設定者が A 不動産所有者が A の場合も承諾が必要なので注意してくださいはい。でえっと今のところは 登記原因証明情報の穴埋め問題などで書かされる恐れがあります。債務支給の要件がきっちり理解できているかということですね。誰から誰に何をしたのか、それが記載記載求められる恐れがありますから、しっかりとこれは直前に覚えておいてください。で、えー、と原因日付が、えー、上の丸二番と三番ね、X リー間の契約をしたんだだったら、X が円通知をしたとき。 AB 化の契約ならば X が B に承諾をした時これが原因付けということですが下に書いてますとおりこのケースは担保権を移すんだったらこの作業は2番3番それに先立って済ませる必要があるとされています。的債債債務務務は旧 A の債務がなくななりますなのでもし抵等権を新債務に移すんだったらその A の債務がなくなる前です。 A の債務がなくなる前に、えー、E とローを済ませておくということですはい。なのでその E とローの作業ね、X から B に担保権移転の通知をして、えー、設定値の承諾を得るこれはもう先に終わってますから原子付は上の丸 ② 番と ③ 番の日付こちらになるということですはい。次は平存的債務休憩です はいこちらはやはり三面契約は当然できるんであまり問題とはならないです XB 間の契約は OK そして AB 間の契約これは X から B に承諾をしますまあ、上と同じです AB 間で契約をしたら X から B に承諾をしてそれでコール活性担保権の移転については X と設定者の合意によりましてこれが原因付け今度はこっちが原因付けだから注意してください はい、上と考え方が異なるのが、併存的債務引受の場合は、A の債務はそまま残ります。A の債務がそのまま残っていて、B の債務が追加されます。で、その追加される B の債務を低当権の被担保債権に含める。え、そういった考え方になりますから。え、別にこのえ、担保権の移転については、え、平存的債務引受よりも先に済ませるという必要はないわけです。先に併存的債務引受がされていて、後からその B の債務を。 定当権の非担保債権に含めようじゃないか、これでもいいわけです。なので原因付きは X と設定資の合意の日付そっちになってきます。はい、このページは債務不履行の要件をしっかり確認しておいてください。それから次のページ配偶者居住権これは雛形をねしっかり見ておいてください。原因は遺産分割遺贈親贈与三通り考えられます。はい、そして 存続期間と特約ですが存続期間は絶対的登記事項です特約これは任意的登記事項です当社間で特約があれば登記していきますはい、そしてこの雛形ちゃんと書けるようにしておくことと論点1番そこもよく読んでおいてくださいで特に真ん中あたりなんですが 前提として非相続人が所有権登記名義にである居住建物について相続遺贈を原因とする所有権移転の登記はされている必要がありますこの配偶者居住権は非相続人名義のままでいきなり設定するんじゃなくてまず建物の所有者が誰かに決まるわけですこの事例だと長男の高山一郎ということにしています建物の所有者が長男の高山一郎となった でこれを前提としての配偶者居住権の設定だからねこの配偶者居住権の登記は1件目じゃなくて2件目に出てきます。1件目でまず、ね、所有権登記名義にを書き換えるそれから配偶者居住権ですそれとこのページは冒頭の2行そこも大事な要件配偶者居住権の要件として高山花子が相続開始時に本件建物に居住していたそれと相続開始時に2人は婚姻関係にあった。 これもちゃんと要件言えるようにしておいてくださいはい、では次のページ9ページ不動産登記の時短法というところですこれもよく、えー、確認しておいてください、えー、本試験の形式を熟知しておくこと本試験問題どんな形になってるか平成30年のこれ問題だけど令和、えー、元年令和2年同様です毎年ここの部分コピーして作られてます はい、まず前提に文書が出てきて次に事実関係が並んできます。でその次に事実関係に関する補足そして問い1問い2問い3答案作成にあたっての注意事項でそれがずらっとねつながっていて次に添付情報一覧が出てきます。はい、ここのののようなな問題の作りになってていますそしてこの事実関係1番から20 そこは毎年当然固有の論点となりますが次の事実関係に関する補足からここから毎年例年の問題をコピーして作られていますなので大体同じことが書いてあるんですなのでここについては何が書いてあるかということを初めから覚えておくことですまあ平成30年でも令和2年でもね、どの問題でもいいですが直近の問題を利用して覚えておいてくださいえ事実関係に関する補足からねで。 当然総都市特有のところでちょこっとは変わってきますけど、えー、毎日ちょっと違うところがあったとしたらそこにも気づくぐらい、ね、ここは徹底的に読み込んでおいてください。はい、ここをしっかりも覚え込んでいるとそうすると本番でこの3ページあたりはもう読まなくてよいそんなにあの深く読まなくてよいということになります。となると、えー、その事実関係の部分もう本当に総都市に特化した部分に集中して問題を読めるということになります。 ね、そこはしっかりやっておいてください。えー、不動産投資の急伸で失敗してしまうパターンが、ここの事実関係に関する補足とか、答案作成にあたっての注意事項。毎年大体同じことが書いてあるのに、それをもう一から10まで、えー、事実関係と同じように読み込んでしまう。そうするとものすごくボリュームが膨らんでしまうんで混乱してしまいます。ね、そこはもうしっかりと対策を立てておくようにしてください。 はい、次に添付情報一覧が出てきて以下、ね、別紙がこう並んでくるんですが添付情報一覧についてはレジュメの通り、えー、線引きをするようにしてください大体グループごとに添付情報が並んでいますから同じグループで線引きをして分けておくことそうすると、えー、後で選択がしやすくなります。でではは次のののページ、えー、時短といいうこころを見てくださいこれは去年の問題ですが、えー 結構です、ね、あのその事実関係から物件変動は生じているかというところが読み取りのポイントです。というところが読み取りのポイントです。そちら事実関係1番 A はベッシーの通り遺言をしたこれ物件変動に関係ありそうですね。2番年月日 B は死亡して相続人が CD この物件変動当期に反映されそうです。 こんなところはしっかり読む必要があるんですが、三番見てください。ね、三番ちょっとざっと読んでみてください。三番は権任の請求をしたって話です。この家庭裁判所の権任の請求したことで何か権利変動を生じるでしょうか。生じないですよね。五番見てください。 5番も読んでみてくださいは兼、い、任の手続きがされて兼任、えー、済みの証書が返却されたっていうような話。遺言書の兼任がされたことによって何か物件変動が生ずるか生じないです、ね、そんな形で、えー、いろんなことが書いてあるんだけど、えー、その事実関係から 物件変動が生ずるのか、ということをね、意識を持ってください。で、物件変動が生じている、ことについてはよく読み込む。物件変動が生じていないような事実関係には、あまりごまかされないってことです。はい、まあ、そんな能力も試されていると思ってください。たくさんのことが書いてある中で、物件変動を抽出できるかっていう能力です。では、次のページ。商業登記法。 商業登記法は右側に書き出してあるところが出題予想論点です。例えば、一段目、会計原点をするための設定点線の部分。例は二年とね、ありますが、これ去年は右側に載ってたんです。で、去年は右側に載ってたんだけど、ちゃんと去年出ましたんで、今年は左側の欄に移ってます。まあ、そんな形で、これ毎年ですね、あの、当たってます。えー、平成十八年に会社法の大改正がありました。 でそこから順次論点が出されてきていますから、それをこう左側に移していけばね、あと残っている論点が出題予想論点となります。はい、まあそちらざっと図用の方目を通しておいてください。19ページに移ってください。設立、これ一応気をつけておきましょう。まあいつか出る出ると言われながらね、まだ出てないんですが出される可能性があります。 それから組織再編行為、企業再編、これちょっと嫌なところですががん、えー、頑張って対策しといてください。えー、とこれは株式交付という新制度ができました。でその株式交付自体は出る可能性低いと思うんですが、その新制度ができた関係で企業再編が出されるっていうね恐れはあります。なので株式交換とか株式移転とかねそんなところはしっかり見ておいた方がいいです。ではその次。えー 平成26年の改正論点はい、これも順次出されてきてますので、えー、図表で密出台とあるところそこは要注意です募集株式の発行で公開会社の支配株主の移動それから譲渡制限株式の場合の総数引き受け契約の承認はい、それから、えー、会計限定とか株式併合なんかは令和2年出されました なので、えー、全部取得条項付き種類株式の取得などです。はい、その辺は平成26年改正で未出題の論点です。はい、そして下の図表の方ですが、試験期の額の減少、これ要注意です。試験期の額の減少で二、えー、つの特則があります。取締役会で,できる場合と普通決議でできる場合、これがいずれも出てませんので要注意。 次の19ページ次のページを見てください。こんな形で出される恐れがあります。これ去年の問題も実は対借対照表が出されてました。で、去年は剰余金の資本をくみりをするんで、剰余金があるということを対借対照表から読み取ってください。という問題だったんだけど、同じような感じでいくと欠損があることをこっから読み取ってください。という可能性があります。 で対借対照表から欠損があることがわかるので、えー、よって定義総会の普通決議で賞金の額の減少ができるんだっていう問題です。はい、そちらちょっと確認してみてください。マンゴ王国えっ、ー、とこれはですねあのこれにピンときた人はかなりの使用書試験ツーです、えー。まあ今回のメインテーマじゃないんだけどね。えー、ですのでマンゴー王国という会社の。えー 原子広告です。これは原子広告。えっとまずあの春期の額の減少広告があって、そしてえなお最終の対尺対象表の用紙は次の通りですということでえ合わせて掲載されています。この決算広告があのやってる会社はいいんだけど結構やってない会社多いんです。で決算広告を毎年やってない会社はこのような原子広告なんかをするときに。 合わせて、えー、対借対照を載せることになってます。でもし毎年決算報告やってるんだったら直書きのところは対借対照表については何年何月何日付の漢方に計算の通りです。そのような表現に変わってきます。はい、そしてそちらの対借対照の読み方ですが、えー、資産の部の合計があって負債と純資産の部の合計ね同じ金額になります。そして負債の方を見てもらって。 流動負債固定負債株主資本とあってねでその3つの金額合計9 5 0 0ゼ0 0 0 0 1 3 0 0 0これ合計した金額が下の138000ですで株主資本のところ一段下がっているところそこは内訳です株主資本の内訳として資本金と利益剰余金があるでこの会社資本金が3億円ということですからえー、っと 株主資本の合計が1,300万なんで利益上金のところはマイナス2億8,700万となります。その資本金が3億で利益上期金がマイナス2億8,700万。それで合計株主資本が1,300万となっているわけ。でそのマイナスがこれ欠損のとことです。利益上益金というところねそこがマイナスの金額になっていたら欠損です。はいこの会社は欠損が 2億8700万あるよということそこから読み取ることができますで、この欠損の範囲内であれば、えー、定時総会普通決議で、えー、資本金の額の減少ができますで、次また段落下がっているところはさらに内訳です利益常用金の内訳としてその他利益常用金、まあ、同じ金額ですで、括弧内は、えー、当期の純損失、えー、この利益常用金というのは今年いきなり発生するんじゃなくて 前年度からずっとこう繰り越されてきてます。前年度から繰り越されてきた合計金額がマイナス2億8700万で、そのうち今期今期発生した損失は1億3222万4000ですよとねいうことです。では次のページ。はい次のページはこれは皆さんでざっと目を通しておいてください。えー、登記できない事項を過去を出されたものです。 まあ、あのどんなものが出ているかということを見ておくだけでもね全然違うと思いますそして一番下、えー、機関などをいじっている場合機関を設置したり廃止したりしている場合はこれができない場合をまず先に自分で考えてみてください例えば平成23の問題だと会計監査にを廃止ししようとしていますそうするともそのまま問題進むんじゃなくて代、えー、の場合は廃止できないなっていうことこそれをまず自分で考えてみることです。そうすると この問題としては「大会社かどうかをこれ判断してください」ということが問題の論点じゃないのかそんなことが見えるようになってきます。こんな形で機関を設置したり廃止しようとしている場合はそれができない場合自分で考えると論点を見落としにくくなります。ででは次のののページ本試験での心構えということですが不動産登記前述の通り ここは本試験の形式をよく見ておいてください。そして毎年コピーして作られているところがありますから、それもしっかり読み込んで覚えておくこと。そしてもうその年に特化した部分に本番では読めるように練習を重ねておいてください。枠ずれあまり気にしないでください。当連問題の方がむしろ枠ずれは起こりやすいです。最近の本試験はよく考えて作られてまして、第一欄で二件答えてください。 第二欄でも二件、第三欄でも二件、そういう形で結構細かくこう、えー、区別されてますから、えー、枠ずれ結構起こりにくいです。で、一箇所でもし枠ずれしてしまったとしても、他の欄には影響しないような形になってますから、ね、そこはもう思い切って、えー、やってもらったらねいいかと思います。登録問題なんかで一件目から六件目、までも答えてくださいということだとね、一件目で枠ずれしちゃったらもうすべてその後。えー 原点とこになっちゃいますけども、本番はそこは結構考えて問題作られてます。はい、それから、えー、登録免許税など時間にあ計算に時間がかかりそうな問題は後回しにしましょう。簡単に免許税で出るところはいいですが、えー、税率をかけるところね、そんなのは後回しにした方がいいです。商業登記、えー、毎年登記できない事項は一つか二つです。かつ登記できない事項は 理由が明確な場合が多いですえなので基本的には議事録で決議されている事項を、えー、登記できるっていう推定で、えー、もうどんどん積極的に書いていくようにしましょう。ね、あれこれこれは登記できないんじゃないかとかねあれこれこう疑いしすぎないようにもうどんどん書いていくことです。登記の自由と、えー、登記すべき事項これは登記すべき事項の方が重要度高いです。 登記の自由の方は実際には登記されないんです登記すべき事項の方が登記されますからこちらが重要ですなので登記すべき事項こっちの制度に力を注いでください登記の自由はもう後から書いていくっていう感じで結構ですはい、それから不動産登記と同じですが株式数の計算だとか資本金の額の計算これは時間をかけても間違うということが多いですからそこは費用対効果をよく考えること 株式数のところ一箇所を空欄資本金が空欄それだけでは不合格にはならないですむしろ全体としてバランスが良い答案を作ることが大事ですからねあんまりその計算で時間を使うというところで時間をかけすぎないように気をつけてくださいはい、Q2、えー、はですね、えー、一番下に書いてますが、えー、時間がとにかく大事です皆さんが 十分に時間を取れば必ずできる問題が出てきます。でも本番は三時間という限りの中で卓一と記述を解かないといけない。そこに難しさがあります。はい、ですので時間配分にくれぐれも気を配ること。で、そのためにやはり卓一でいかに節約できるか。まあちょっと極端なことを言うと卓一三十五問問題を読んで二十五問正解。これと。 えー、25問読んで25問正解、結果同じです。点数は同じ。ね、まあ何か言いたいかというと、その確率の中で自分ができない問題を見極めるということも結構大事です。ね、どうしても全部の問題を読んで、えー、点数を上げたいという気持ちはわかりますけれども、そうなるとこう全体的な点数がむしろ下がってしまう恐れもあります。 問題を見た感じでこの問題はできないなというような感じの問題ですねそんな問題はもうどんどん後回しにして極力時間を節約していくことでできる限り記述の方に時間を避けるようにね工夫をしていってみてください記述は何が出るか不安だと思いますただ皆さんの力であればね必ずできる問題です 自分ができない問題はもう他の人もできないわけです自分が難しいなと感じた問題は他の人にとってもすら難しいわけです、えー、今日、えー、説明させてもらった予想論点ねこれをしっかり頭に入れて、えー、自信を持って本番に臨んでください、はい、それでは、えー、皆さんが本番で今まで学習された成果、えー、それをしっかり 出されて、そしていい結果が出ることをね、心からお祈りいたしております。では、本番、頑張ってきてください。昨年の出陣式を聞いた方、昨年が鎧でした、だったら今年はどうなるのかと期待されたかもしれません。無無理理ででですすここまで持ってくるのは無理です 装備はこれが限界だだと思ってくださいでは始めていきましょう、えー、私の方出演式のレジュメの方赤松先生の続きを使っていきたいと思いますページの方で言いますとどんどんめくっていきまして赤松先生の後のレジュメの方1ページというのを見てください残り1週間ここだけやっておこう本試験出演式 A1 再検証何点取れば合格できるのかそちらの方には出願者数受験者数そして合格者数合格率の方がまとまっています 増えていいるということですここ最近ずっと下がりっぱなしだったのが今回何年かぶりに増えていますそれ次に注目してほしいのは合格率です今年はまだ分かりませんですがそこまでずっと上がっているというのはどうでしょうかずっと上がり続けているんですこれはやはり受験者数が減っている 同じだけの合格率にしてしまうと、あまりにも合格者が減ってしまう。毎年やっぱり一定数、使用所の先生やめます。やっぱりその分、人員確保はどうしてもいるんですよ。となるとやっぱり合格率は上げてくるっていうのは、しょうがない方向だと思うんです。2ページの方に行ってください。 こちらは何かというと、年度ごとに一番左から、出願者数、受験者数、そして基準点、午前の基準点、午後の基準点、均一の基準点、そしてそれぞれ何人突破できたか、そしてどれだけの偏差値だったかと、というのがまとまっています。午前の方を見てください。令和、えっと、令和2ってやつ。75点、25問正解。で、突破人数が、 3643です。ちょっと比べてほしい。受験者との比率を見てほしいんですよ。3人に約1人通ってるんです。他にも似たような土地があります。28年の午後、28年の午後を見てください。これも約4人に1人通ってるんです。 でもっと言いますよ、皆さん今、特に予備校に来られている方、まあ、言い方悪いんですけど、やっぱ全受験生の中では、できる方なんです。本番では、皆さんと比べて、もう本当に勉強全然してない方、それはいっぱい来るんですよ。それ含めて3人に1人、もしくは4人に1人なんです。これ。 今の成績がどうであれ、3人に1人通る、4人に1人通ると思っていってほしいんです。また、ここところどころ偏差値が出てますよね。でもこの偏差値は、言ってしまえば、バカやめろバカを含めるとか言うなえっと、全員を含めた偏差値です全部を含めた偏差値ですつまり皆さんが普段、予備校の通れで受けている、その母体と違うんですよ。 ぜひ、そのあたり、ぜひね、まだこれでダメじゃないかと思った方、ぜひこの数字は意識していってほしいんです。で、次にちょっと冷静な話を。えっと、記事式のところです。記事式のところが32点となってます。まず点数の方が32ってところ。32をどこで稼ぐかってこと。不動産と商業ってどっちがぶれやすい。 多分一般的には不動産がブレやすいと思うんですよ。で、不動産って出てきた事実関係を全部書いたら絶対当たるかって言ったらまずはすすよね。一方、商業って出てきた内容を全部書いたら8割ぐらい当たるでしょ。8割当たるでしょ。ってなったらいいかな。商業だけで満点35ですよ。って考えれば、やはり商業である程度稼いじゃって、不動産はやらかしてもしょうがないと。 それぐらいでいってほしいんですでぜひね、お時間がどんだけない方でもここ直近3年の本試験の過去問をやってほしいんです直近3年間やってね1時間40分で32点32.5点37点これ取るにはどの欄書けばいいかってやってほしいんです 例えば、不動産登記であればね、大抵、一覧、二覧、三覧って枠組みなんていことが多いんですよ。だたときって、一覧が簡単、二覧がちょいむずい、三覧無理、なんですよ。で、これがもう花からわかってるんだったら、商業を書き終わった後、不動産行って、もういいや、一覧と二覧を割ればいいやと。三覧はできなくても、どうせ、もう基準っては乗るんだしと。割り切れるんですもし、去年、 の本試験問題。まだやってない方。二件目申請無視してやってみて。二件目の申請。一件目だけだったら去年、簡単なんですよ。二件目があるからハマるんです、され。ただ、これはあくまでも、不動産が難しかったことが前提になります。年によっては、不動産、死亡する。そして、相続人が誰もいない。特別援護者も誰もいない。 終わり。めっちゃ簡単でしょ。でもね、その年、商業が19人の役員変更。もうこれ、不動産取るときに、あ、これは不動産で取らなきゃいけないなってわかるでしょ。なので、これから最悪でも3年間、不動産商業セットで30点前半を取れる練習をしてほしいんです。 で、あと、もう一つ。えー、っとね、こちらの記述字記録の2段目。999、1952、50.23と書いてます。偏差値です。これ、記述の基準点の偏差値はずっと同じです。50なんですよ。ずっと。なんで、もし、模試などで、基準点を突破した方、成績表に、基準点突破者の中から、あなたの記述は何位,です何,何位ですかというのがあります。 全体の何位じゃなくて、ね、基準点突破の中であなたは何位ですかって載ってます。そこをぜひ見てほしいんです。そこは半分いっていれば、その通りやってればいいんです。で、半分いってないんだったら、じゃあどこで巻き返すかってことを考えてください。ちょっと拓実の話に戻っちゃいます。ページは3ページ、お願いします。 次は問題の形式名が載ってます、えー、午前、問題の形式、組み合わせ個数算定に単純整合ですが見てもらうと、こちら、個数算定が29から来てません。ずっと,ほとん、えー、単純整合あ、組み合わせがほとんどになっています。また、問題内容、推論と知識となってますが、推論がほぼ出てません。で出ていていも 憲法ぐらいですですす次の表ですこれはダブル A ランク80%以上でもうこれは受験生であれば間違いないレベルです午前が半分そうなんですよ半分が一方ね午前気をつけてほしいのは 最後2つの欄 C と D です C と D がほぼないんですよ午前は捨て物はないと思っていってほしいんです一方これと逆なのが午後なんです午後一番下の表午後の表を見てほしい A が10去年なんて5ですで下2つ去年合計4おとしえ去年えその前が7432632と一定数がいわゆる捨て物なんですよなんであこれ捨て物だなって思ったらもうハマりすぎないこと時間が限られてます、まあ、これは多分無理だな って思ったらもうハマりすぎずにどんどん次いきましょう。どうせそれはは C とか D です、はいじゃあちょっとここから2週間の学習について4ページお願いします。 ここから2週間、どういう勉強をすればいいか。左と右。基準点到達経験がある方と、ない方でぜひ分けてください。基準点到達経験がない方。これはぜひ、点が上がる勉強をしてください。点を上げる勉強。メンテナンスじゃなくて、上げる勉強です。だから、できることを繰り返しても、点は上がりません。できないことを抽出して、 できないものをできるようにする作業。そっちを意識してほしいんです。一方、右。基準点突破経験がある方。で、上乗せが足りなかったとしても、ぜひ、もうこっからは、メンテナンスに努めてください。メンテナンス。すべての科目、すべての分野のメンテナンスに努めてください。また、特にメンテナンスが必要なのが、 マイナーです。人によってマイナーはもうね、3日で忘れると。下手すりゃ3時間で忘れるという方もいます。自分の強いマイナー、弱いマイナーがあると思うんです。例えば、民事保全なんかはもう1日で全部忘れると。1日で忘れるんだと当日やれんですよ。ぜひ、自分の弱いマイナー、そのあたりはね、 必ずメンテナンスをしてほしい。で、早い段階からやるっていうのも手だけど、ギリギリやるっていうのも一つの手です。ギリギリやるっていうのもね。そしてその下、試験当日、あ、前日だ、前日、絶対お願いしたいのは、本試験の過去を解いてほしいんです。あのね、1時間もいらない。30分でもいい。っていうのはね、その下見てほしいんだけど、 直前期になるともう覚える覚えるって勉強になりがちなんですよ解くって感覚忘れていくんですてか自分がそうだったんですよ直前期ひたすら覚えるば勉強ばっかりやったんですよ。で,で実際本番始まりましたって時にねあそうだ丸バツつけて組み合わせ探すんだよなともうね当練久しぶりだから感覚っちょっと忘れちゃうんですよう感覚忘れちゃうんで丸バツをつける組み合わせを探すってことをやってほしいんです で理由の3つ目、親切、丁寧な問題から本試験独特の表現になれるということ、ぜひこれも意識してほしいんです。あのー、予備校の問題って、卓越の問題って冒頭結構長いんですよ、これは考えなくていい、これは考えなくていい、これも考えなくていい、いいからいいか、これも考えないよと、いいか、えー、登録免許税法、いろいろ考えなくていいかなと、うわーって書いてあるのは、お問い合わせを防ぐためなんです。 あれは、お問い合わせが来て、これま、この、こ,これがったら罰になると思いますとか、お問い合わせを防ぐためにあります。本試験にはお問い合わせは来ません。だから結構、向こうは、注意分が短いんですよ。なんで、注意分が短いってことも意識してほしいんです。あ、前提でこれ当たり前でこれをね考慮してないんだなとかね。次は3番です。 決めた予定を無理にでも終わらせるべきかと。次、1個目。終わらせた方が充実感はあります。これは間違いありません。やり切ったっていうのは強いですよ。やりきったら強い。ただね、次。終わんなかった時のね、ショックは計り知れない。終わんなかったーって言って本試験行くっていうのは、気分は最悪です。で、次もやまずい。 うわあと1日でこれかやったやった <laughs> もうこれ曲なんだけどこれに近くなっちゃうんですねすっごい無理な勉強になりがちなんですよ本当にそれの手でね一日結局学習効果すごい低い日が出ちゃうんですはい でもしこの、ね、終わらせるっていうんだったら最後の1週間は毎日微調整しながら計画を立ってくださいつまり初めから100終わらせるって言うんじゃなくてもう1週間1週間今日ここまで行ったから明日はこれをやるとで明後日はこれをやるとで最後こんだけやりたいっていうのはもう,もう考えないことこんだけやりたいが前提になるとどん,どん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 無茶なことができちゃう。 まあちなみにね、私、最近もいろんな方が言ってるんですけど、やりきった感でいくっていうのは諦めろって言ってます。っていうのは、例えば100やって、100やりたいなって思って計画立てるじゃないですか。で、水曜日あたりで50ぐらいまで終わってるりしますよね。するとね、元100が130とか140なんですよ。やっぱりね、人間欲があるもんでね、ちょ当連は実力要請までって決めてやっていくと、 おこれいけるちょっとファイナルまでやってみっかとで、やっぱね、どんどんいっちゃうんです。どんどんゴールがどんどん遠ざかっていくんですよ。なんで、今おすすめしてるのは最後2行です。もう本試験合わせはしない。本試験合わせを全くしないでいくんです。普段の模試通おれんって、模試通れに合わせて勉強します。模試通おれに合わせて身体を整えて、えー、計画も立って、模試に合わせて勉強する人いないと思うんです。 私ははその方がいいと思うんですこれはね計画っていう点もあるし特にね本試験合わせにするとどん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 ね逆に気持ちが悪い意味で緊張しちゃうんですよ。なのでもう実際普通通りの1週間を過ごしてあ今週は模試じゃなくて本試験だったんですねぐらいでもいいと思うんです。ただ1個だけ注意なのがマイナーかもねマイナー。 マイナーだけはちゃんとメンテナンスをすること、ギリギリで、これだけは忘れないでほしい、はい、では次なんですが、4番、本試験前日までに決めること、えー、いくつかあります。 前日何時まで勉強するか午前までやるか午後までやるかそしていつも通りやっちゃうか当日の服装をどうするか早く現地に行くかギリギリにするかお昼をどうするかこう結構重要ですあの地元で買っていく多分これが一番安定するあの現地で買うってなると売ってない可能性があるまた現地で買うってなるとそこで選択するってことをやるんですよ やっぱ選択するってことをや,っぱやるっていうのは頭とか神経使うのであんまお勧めしたくないだからできればもう地元で買っていっちゃった方がいいですで次予備校からの配布物を受け取るかともうこれは基本は受け取っちゃだめです基本は何も受け取らずにいてくださいで1つ受け取るとこの人は受け取る人間だって思ってどんどん渡されますそう、どんどん荷物増えちゃうんです基本は受け取らないです 何事にも例外はありますレックのは受け取りましょうレックは受け取りましょう次当日何を持っていくかこれも結構ねいろいろ考えると思います問題集なのか暗記ものなのかいろいろあると思うんでぜひ考えてくださいでそれは下の3つとも、ね、2つとも連動します3つ間どこで何の勉強をするかってこととも連動しますのでぜひ何の勉強をするかってことを決めてから持ち物を決めた方がいいと思います ではその他注意点をいきましょうか。5ページ以降です。本番では本当に些細な変化っていうのが起きます。その些細な変化ってことに意識してほしいんです。で今回ここ注意事項がいろいろ本試験の注意事項受験案内を出しました。特にゴシック体がついているものは必ず一回は見ておいてほしいんです。例えば五のカッコに。 問題用紙に限りシャープペンシルラインマーカー色鉛筆の使用を認めます問題用紙に限りってとこなんですねまたカッコさ一応用意しておいて鉛筆一応多分シャープペンでもほとんどの方通ってるんだけど万が一超原理主義の試験官に当たった場合にまずいので鉛筆は一応用意してください で、カッコ4、まあ、このあたりは通常通りでしょうか。で、カッコ5、アラームは切りましょうねで、ちょっと、網かけ、太、えっと、字にしなかったんだけど、カッコ7、このカッコ7が、向こうが持ってっていいっていう持ち物一覧表なんですよ。これは持ってっていいよってやつなんです。 受験票時計、キャップ付き、ペットボトル飲料、ハンカチ、携帯用、消毒液、腰掛け、ここはいいって言ってるんです。で、その下、以外のもの、定規、付箋、筆記具、メモ用紙は、卓上、または付け中に置かずに、必ずカバンの中にしまってください。特に注意するのは、これ、定規なんですね。一応、去年、おとし聞いてると、定規でダメだと言われてはいなかったっぽいんです。ただ、さっきも言いましたが、原理主義が来た場合、まずいので、ちょ定規、 についてはないことを想定してください。でそのため定規代わりになるもので練習をしてほしいんです。定規代わりで線が引けるものって何か。受験票です。受験票って机の上に置いといて何の問題もありませんよね。であれ多少線が引けそうな感じなんですよ。 なんで一応定規で例えば役員とか書く場合は、ね、定規でいくと思うんだけどもし万が一取り上げられたら受験票でいくんだというぐらいでってほしいんです。カッコ8キャップ付きのペットボトル飲料これだけですキャップ付きのペットボトル飲料だけですだから例えば、うん、魔法瓶とかだめなんですよ なんどうしてもそれがいいって方はもう当日、魔法瓶で持ってってペットボトルに詰め替える現地で詰め替えるしかないと思いますそしてもう何度も言っておりますが右のページの括弧15時間です本当にこれは間違いないでください9時半スタートだからといって9時半ぎりぎりってもうだめですからね9時15分ですよ そしてもう一つ、16もし本試験近くになったときに風害、台風などあった場合はホームページなどで絶対告知がありますのでそれを見るようにしてくださいで、そのまま下の方に四角枠があってその下3番マスクの着用等というところですが1、試験時間の写真照合の際には試験監督の指示によりマスクを一時的に外していただきます去年受けられた方全くでも同じだと思いますあの。近くに来られて。 マスク外しててもらっていいですかこういうい外すという作業が絶対来るってことです。まあ、あとは、かっこ2、5の方う、かっこ1、かっこ2、特にかっこにはちょっと気をつけてみてほしい、えっと。試験室は換気なめ、適窓やドアなど開放するのでね、室温の工程に対応できる服装をご用意ください。なので、半袖で行かれる方も、できるだけ長袖持ってって、着ないと思っても長袖持ってってください。寒くなるとか暑くなるとか分かりませんから。 じゃあ6番、本試験当日の注意点と。1、隣の人、周りの人の答えが見えても気にしないこと、どうせ受かる人じゃありません。どうせ。え次、か丸二周りの回答スピードに要注意。あれおかしいな、午後2時間20分ったってきて誰も気づいてねえぞ。今年、卓越が難しいのかなと。いやいや、それまずいから、それ絶対まずい。丸三 今までやったことない戦法は取らないことですろくな結果起きません慣れてない戦法ほどろくな結果起きないものないんです丸四、頭が回らなく真っ白になった場合他の問題に行くとかトイレに行くなどしてみてください細かい変化に気づいたでしょうか何が日本だ <laughs> <laughs> ということで次のページに行きましょう ちょっと私の最後皆さんにお言葉がありますので、ちょっと読み上げて読んでてください。ちょっとお色直しをさせてください。 今年にかけて、なんかこう、今年っぽいものがないかと思って探したら、探すというか、うの先生から、こういうのがあるよって言って、画像が送られてきたので、思わず買ってしまいました。こう最後のメッセージとしては、いい感じだと思います。全集中と。そして、この辺りには、見えるでしょうかね。あこっち逆か。必勝、必勝という形で、いい感じになってます。 ちなみにです。これ九百円しました。しかもです。ちょっと大きさを比較します。こちらですが、あちなみにこっちは百円ショップです。わかりますかあ。ちなみにこれ九百円で郵送、送料四百円です。 何が来るかわかんないんです今日皆さんもう本当にこの自然式で何が来るかわからないという体験はいろいろしたと思います落花生おじさんが落花生の話をしないだとかそれとかいきなり高メダイオが登場するとかもうこちらからのも本当に精神的なこうプレッシャーというかもう訓練だと思ってくださいもうあとはこの何ページじゃん7ページに言ったこともう本当にこれにつきます もうううこれ以上は言うのはやめましょう最後になりますが8ページの方余談をして終わりにしたいと思います。1、あすみません、先に言う、えっと、この8ページについて、これを信用して痛い目にあっても私は何の責任も取りません。それが先に言っておきます、何の責任も取りませんえ。まず冒頭です、同じ正解番号は何回続くかです。何問続くか えこちら、えー、と令和2年、午前択一は3問連続同じ番号でした。で午後は2問だったんですで。大抵見ると3とか2なんですけど、見てくださいさ、平成30の午後択一、5問連続です。また、見てください、25年午前択一、5問連続なんです。マックスで5があるの。マックスで5。でただ、これね、やっぱこれしちゃうと、マークしてるときに意識しちゃうと思うんです。で やり方を変えるなとは言ったんだけどそれでも言いたいのはマークするのは最後にしませんか一問一問マークしてるとね2が続いてきた多分次は2はない2はないああまた二が来た次こそ2はない次こそ絶対2はないとこうなっちゃうのでマークは最後にするっていうのはどうでしょうかこれが一つもう一つです下を見てください正解がしが どんだけあるかと。何かというと、令和2年、午前択一、足の1は3問、足の2が答えが7問、足の3が5問、足の4が14問、あ、11問、足の5が9問、午後だと7、3、7、8、10というふうになってます。で、これを全部統計を取りました。するとどうなるかっていうと、一番下、10年の合計が出てます。で、10年の合計を割ります。平均値で割るとどうなるかと。いいですか、これ7、えっと、5択の問題だから平均値は何ですかね。平均値は何ですよ。 するとトップを走るのが足の49.25。そして2番手なのが足の3の7.65。そして3番手に行くのが足の2の7.05。なんですが、ここで注意です。ここで要注意があります。で、その下の何を何見てほしいその下がね、近年5年の平均値です。で、もう一つ下。近年3年です。見てください。足の2を見てほしいんです。足の2の数字を。 足の2は終わってきてるんです一方ですちょっと熱くなってるのがいます熱くなってるのが足の5です足の5は熱くなってきてますそして安定の方がいます安定するのが足の4ですもう昔から信頼と実績信頼と実績の足の4ですそしてやっちゃいけないのは足の1です 最後の最後、わかんなくなった場合、まずは自分を信じてください。自分を信じて答えを出してください。で、それでも無理だった場合、足の4です。1はダメです !1 は選ぶな <laughs> 本試験出演式以上といたします。最後までご視聴ありがとうございました。